どうも、たけのこ塾の大久保です。今回はですね、中学社会の語呂合わせ、地理の分野になります。まあ、このね、工業地帯の覚え方、ね、こちらを覚える語呂合わせの方をね、紹介していきたいと思います。では早速ね、解説の方からスタートしていきます。はい、ではですね、工業地帯の解説ということで、まあ、この動画ではね、この4つですね、京浜、中京、阪神、北九州ですね、この4つのね、工業地帯について簡単な解説を入れて語呂合わせの方をね、紹介していきます。で、中にはね、この北九州はこれ工業地帯じゃなくてね、工業地域としてね、最近ではね、扱われているっていうこともあるんですけれども、まあ現行のね、教科書の方を見てみたところ、一応ね、北九州工業地帯、ね、ここも工業地帯としてね、記載されてたので、この動画ではね、北九州もね、工業地帯としてカウントしてね、この4つの工業地帯の解説と語呂合わせね、やっていきたいと思います。で、まずですね、京浜工業地帯、まあ、これは東京と神奈川にまたがってますよね。まあ、東京の京と神奈川のね、横浜の浜で京浜工業地帯ですね。で、まあ、代表的なね、ちょっと工業とそのね、都市として、鉄鋼業がね、川崎市で盛ん、造船業は横浜市で盛ん、で、石油化学が川崎市、横浜市で盛んですよね。まあ、これが京浜工業地帯で、次がね、中京工業地帯、まあ、これは愛知、三重、岐阜にね、またがってますよと。このね、中京がもともと東京と京都のね、ちょうど中間地点の名古屋ね、愛知県の名古屋を指す言葉が中京ですよと、ね。まあ、なので、まあ、このね、愛知県、その周辺をね、指す言葉の中京を使って、まあ、中京工業地帯となってますよと。でですね、まず特徴としては、工業出荷額が、ナンバーワン、第一位ですよとね。まあ、すべての工業地帯地域の中で、まあ、一番ね、出荷額が大きいですよと。で、特に特徴なのが、まあ、ここに書いてあるね、自動車を作っているトヨタ市のように、このね、自動車工業を含む機械工業ね、これがね、割合として 60% 以上、60% から 70% ぐらいを占めているというのが、まあ、このね、中京工業地帯の特徴になりますと。で、まあ、代表的なね、工業とそのね、都市として、まあ、今言った自動車のトヨタ市、他には石油化学の四日市市、またはこのね、陶磁器の、まあ、瀬戸や多治見というのがありますよ。はい、では続いてですね、3番目、今度は阪神工業地帯ね、まあ、これは大阪、兵庫にまたがっている工業地帯ね、大阪のこの坂ね、阪の字と、兵庫県の神戸市のね、神戸の甲ですね、この神で阪神工業地帯ですよと。で、この阪神工業地帯の特徴は、中小工場が多いですよとね、大工場の下請けの中小工場が多いので、まあ、その大工場でね、機械を組み立てたりして、機械をね、出荷するので、中小工場が多いという、このね、阪神工業地帯の、まあ、事情から、この機械工業のね、割合が比較的ちょっと少なめです。他の工業地帯地域に比べると、機械工業がちょっと割合少なめで、このね、金属の方ね、この金属工業が比較的ね、割合としては大きいという、そういう特徴があります。で、代表的な、工業とね、都市で、鉄鋼業、石油化学が堺市で盛んとね、あと造船業が神戸市で盛んですよと。で、最後ですね、まあ、この北九州工業地帯、まあ、工業地帯って言ってもね、実際もう工業地域よりもね、出荷額とかは少ないんですけど、まあ、これね、福岡に、まあ、大体福岡ですよと。で、北九州工業地帯はね、まあ、歴史的な経緯がちょっと大切で、八幡製鉄所ですね、1901年に、できたね、この八幡製鉄所と、まあ、あとはね、近くにあった筑豊炭田、石炭が取れる筑豊炭田があることによって発展しましたよと。で、まあ、代表的な工業と都市として、鉄鋼業機械が北九州市で盛んですと。で、このね、以上この工業地帯4つですね、京浜、中京、阪神、北九州を覚える語呂合わせがこちらです。京浜、発注、期待京浜、発注、期待、まあ、お店の人ね、コンビニのお店の人なんかがね、お客さんに渡す景品ですね、くじとかのね、景品をね、発注して、いい景品が来てね、お客さんが喜んでくれるといいなと思って、期待してるところをね、イメージしてもらうといいかなと思います。まあ、景品がね、この京浜工業地帯の景品。歯がこっちですね、阪神工業地帯の歯。中が中京工業地帯の中ね、まあ、期待の木が北九州の木で、鯛がね、工業地帯の鯛ね、だから工業地帯は京浜、阪神、中京、北九州というふうにね、覚えてもらうといいかなと思います。はい、解説と語呂合わせの紹介は以上になります。
はい、最後まで動画の方をご覧いただきましてありがとうございます。たけのこ塾ではこういう語呂合わせなんかをね、紹介してますので、まあ、もしね、リクエストありましたら、下のコメント欄の方にね、お願いします。まあ、他に、たけのこ塾として、ホームページ、ツイッター、インスタグラムね、なんかもやってますので、よかったらそちらもご覧ください。リンクは概要欄に貼っておきます。では終わります。どうも、ありがとうございました。